いらっしゃいませ。3代目のうなぎ、本日もよろしくお願いします。今日ご紹介するのはバンバンジーならぬバンバンうなぎです。ご飯にも合うパンチの効いたタレで作ります。それでは手を洗って始めていきましょう。レッツクック。本日の材料はうなぎのかば焼きと白焼き、トマト、きゅうり、味噌、白ごま、砂糖、うなぎのタレ、醤油、みりん、ごま油、山椒、以上になります。うなぎを切っていきます。うなぎは細長く細切りしてください。今回はちょっと贅沢に白焼きとかば焼きの2種類を使っていきます。細切りしていきます。熱くなってきたんでうなぎでスタミナをつけていきましょうね。きゅうりは千切りしていきましょう。まずは斜めに、細くスライスしていきます。ちょっと長くなるように切っていきましょう。そうすると盛り付けの時に見栄えよくいきます。きゅうりは並べたら千切りに切っていきましょう。だいたいマッチ棒ぐらい、あんま細かすぎてもきゅうりの食感がなくなっちゃうので、少し粗めの千切りにしていきます。きゅうりはこのまま食べると青臭さが出てしまうので、一度その青臭さを取るために切った後は水で洗って青臭さを取っておきましょう。トマトはまずヘタを取ったら輪切りにしていきます。ちょっと輪切りのスライスしていきましょう。なるべく潰れないように、しっかり包丁を研いでおきましょう。そうするとあんまこの身がね飛び出たりしないので綺麗に切れます。タレを作っていきます。まずいりごまを入れます。これを当たり鉢で当たっていきます。すりごまを使ってもいいんですけど、このいりごまを使ってこう当たっていった方が香りがすごい引き立ちますので、今回はあえてこのいりごまから使ってます。このように全体的にちょっとすりつぶされたら、ここに調味料を入れていきます。まずは味噌、醤油、砂糖、みりん、ごま油を入れたらよく混ぜていきましょう。そこに今回はちょっとうなぎのタレを入れていきます。そうするとコクがものすごく出ます。で、香り付けに山椒、これねごまとの相性もいいので、ごまの香りとこの山椒の香りを入れていきます。そしたらこれを混ぜ合わせたら特製のタレが完成になります。盛り付けていきます。まず器にトマト並べていきましょう。今回はねちょっと綺麗に盛りたいので、このように輪っかになるようにトマト並べていきましょう。この上に洗ったきゅうりを並べてあげて、もう贅沢にいっちゃいましょう。きゅうり、うなぎとの相性はきゅうりはもういいって何度もやってますので、これはたっぷり乗せていきます。そしたらそこにまずかば焼き、そして贅沢に白焼きも乗せちゃいます。そしたらこの上にソースをかけて完成になります。バンバンうなぎ完成しました。色も鮮やかで綺麗ですね。ソースもたっぷりかけていただきましょう。うん、うなぎのしっとりした柔らかさときゅうりのシャキシャキ感がいい。タレはただ濃いわけではなく、味噌のコクやごまの香り、うなぎのタレの奥深さがこの料理の味を引き上げてくれます。
いかがでしたか？もちろん鶏肉にもこのソースを使いますのでお試しください。それでは3代目休憩入ります。また3代目のうなぎ、チャンネル登録よろしくお願いします。